それってなんすか？私はあなたのママにも家来にもなった声がないわ。大学すぐそこじゃんか。自慢のチャリでささっと行っちまえよ。チャリンコなら一瞬で行けるっす。キンキだ。タブーって言いたいんだろ。お前、俺に授業料払え。一時雨って言ってたっす。永遠に上がらなかったりして。それでお前はこのまま一生授業に出れない。いや、それがさあるんだよ。俺は日本を出てちったいろんなものを見てきたつもりだけど、あるんだよな。世の中には止まない雨が。どこの国っすか？内緒。さてと、俺は行くよ。バイトあるしな。風太郎も大学生も優雅でいいよな。前がそうだ。バーガー、寝言は寝ていい。もう一回言うぞ。寝言は寝て言え。でも人には傘がある。俺は差していくよ。どうせ行かないんだろ、学校。あなたって何それ？正吾？奇遇ね。ちょっと待ってよ。それこそ大疑問だ。うん。まあ、いろいろとあったもん。
くれくれ、しろしろ。私はあなたのママにも、家来にもなった覚えはないわ。記憶はいつだと思い中から思い出に変わってしまうよ。雨、やっぱりちゃんと上がったっすね。学校の授業はいいんすか？Thank you.
みたいっすね。日田先輩、チーズ。ああ。可愛らしい子っすね。どうすかね。ごめんなさい。平気か？ああ、なんかわかんないけど、多分あの女の子と迷子ちゃんがぶつかったんすね。大丈夫です。ごめんなさい。そうか、失礼。おい、その女。待て、それで済ますのか。私は一寸たりとも彼女に接触してはいない。彼女はただ勝手に転倒した。日田先輩、大丈夫っすか？あの女。そいつは傑作だったな。面白い。俺はそういう胸のすくようなニュースを待ってたんだ。
ンス。氷みたいな、なんかその怖いくらいの美人。本当かよ。そうや、女といえば昨日の私はあなたのママにも家来にもなった覚えはないわって誰あれ。俺様のスーパーコンピューターにかかってしまえばその程度のリアクションでも解析には十分な情報だ。そうだな。そう、時間は数年前、お前は高校生だ。可愛い女の子とお前は恋に落ち、幸せな時間を過ごした。だが他愛のない口喧嘩が発端となり、あっさりと彼女はその相手が昨日の私はあなたのママにも家来にもなった覚えはないわのあの彼女だな。ぴったりと当たってるだろう。そんなに仲がいいんだから、ショーゴとカナタ付き合っちゃえばいいのに。面白い。それ面白いかもね。私はあなたのママにも、家来にもなった覚えはないわ。それって付き合ってたってことか？はっきりと相手の気持ちを確かめてもいないんだろ？面白い人かもねってことだろ。これはお前、男としてはあれだな。いい人って言われるよりはいいっすよ。なんだ、お前そう言われてそうだもんな。いいか、どっちかといえばちっとマシっていう程度のもんだろ、それは。で、女といえばさ、舞子ちゃんの方は？